どうも、会議室カードゲームクラブ、初雪です。キャンブルです。みんな違って、みんないい。金子みすずさんのやつ。みんな違って、みんないいんです。そういう話です、今回は。はい、では行きましょう。本日の議題。ティミー、ジョニー、スパイク、ユーザー分類を学ぼう。イエー。全然何も想像がつかないですね、この画面からは。ユーザー分類を学ぼうということで、はい、まずマジック・ザ・ギャザリングのカードの開発部、はい、これの目的は何かと。もちろんそれはお金を稼ぐことでしょう。お金を稼ぐこと、楽しいセットを作ることでしょう。いやいや、式業ですから、式業ですから、それはお金を稼ぐことが第一義でしょう。それはお金を稼ぐためには楽しいセットを作ってユーザーにカードをたくさん買ってもらわなくちゃいけないと。おっしゃる通りです。ではその楽しいセットを作るためには何が必要になってくるか。はい、ユーザーが何を楽しみにしているか知ること。確かにね、これが分かっていないとカードを作る方向性が定まらなくなってしまう。なるほどね。でも初雪さんが何を楽しいと思ってるかとギャンブルの何が楽しいと思ってるかは結構違うから大変そうだね。そうですね、人それぞれ何が楽しみにしているのか違いますと、はい、そういった違いを分析するために心理学的プロファイルっていうのを開発部は行いました。心理学的プロファイルっていうのはある対象群が有する特徴を明らかにし分類すること、主にマーケティング分野でよく利用されるプロファイリング方法となっておりますと。なるほど。マジック・ザ・ギャザリングの開発部はマジックをプレイする動機に着目してユーザーを分類しました。はい、マジックをプレイする動機、どんなものが分類できるかっていうのを考察したところ、3つのタイプに分類できるということが分かりました。そしてそれぞれに名前を付けたと。それがティミーとジョニーとスパイクです。最初のやつはこれだったのね。今回はティミー、ジョニー、スパイク、それがどんな分類に分かれているのかっていうのを解説していこうかなと思います。こちなみにこの子はティミー、この子は後々出てきます。後々、なるほど。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、まずユーザーの分類、ティミー、ジョニー、スパイクというのを挙げましたが、こちらみんな男の子の名前なんで、タミーとジェニーという女の子の名前も存在しますと。あ、なるほどね。男性だけをターゲットにしているわけじゃないよと。なんか前にあの初雪さんに連れてってもらった大会女性いなかった気がしたなと、はい、たまたまその日はいなかったわけ。あ、たまたまね。うん、なるほど。スパイクは男女両方に使えるニックネームから来ているらしいので女性名というのは特にありません。ではまず最初の分類、ティミーとタミーについて、はい、ティミーとタミーがマジックをプレイする動機は何でしょう。体験です。ほう。ティミー的プレイヤーの特徴はゲームプレイ時に得られる興奮や快感を求めてマジックをプレイしております。はい、ゲームの勝敗が重要じゃなくてプレイしている最中の体験っていうのを非常に重視しております。はい、だからといって勝ちを目指していないというわけではありません。はい、勝った方が良い体験ができるので、うんうん、勝ちを目指している、良い体験をするっていうのが目的で、それための手段が勝つことみたいな感じですね。あ、なんか僕は多分ティミーですね。まあ、もちろん勝ちたいけど、別に初雪さんだったりキャニーさんとマジックやってるのが好きだから。ゲームを通して楽しい時間を過ごしたいっていうのがティミー的プレイヤーの特徴です。まさにギャンブルティミーです。どうもギャンブルティミーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ティミーやタミーが好むカードっていうのがそれぞれありますと。まず一つ目が大きさは正義と、はい、例えばこちらのギガントサウルス、うんうん、5マナ重中のクリーチャー、すごいね。プレイをしている時の体験や興奮が非常に重要っていうことで、単三で攻撃するよりも重重で攻撃した時の方がテンションは上がるでしょう。はい、なんでティミー的プレイヤーはこういった巨大なクリーチャーっていうのを好きな傾向が多いですと。はい、でもう一つがフレイバーも大事もうティミーですね私まさしくティミーでした。はい、例えばこれドラクセスっていうドラゴンを例にするんですが、ティミー的プレイヤーはドラゴンを好む傾向が結構強いっていうのが言われております。はい、もちろんドラゴンが大きくて強力なクリーチャーっていうのもあるんですが、はい、そもそもドラゴンが持っているフレーバー的なかっこよさっていうのが影響してドラゴンを好きなプレイヤーが多いと。例えば同じぐらいの強さのワームとドラゴンがいたらドラゴンを好きだっていうプレイヤーの方が多くなる。なるほど。でもう一つリニアなカードっていうのもティミーが好むカードとして挙げています。リニアなカードっていうのは目的が明確で、それのために一直線に進んでいくようなカードっていうのをリニアなカードっていう風に呼んでいたりします。
例えばこのホブゴブリンの山賊の頭だと完全にゴブリンデッキを作れっていうために存在するカードですね。ゴブリンロードみたいなやつなんだっけ、こいつ。そうそうそう、目的が明確でゴブリンデッキ以外ではなかなか採用されないカードとなっております。なるほど。これの対となるのがモジュールなカード。モジュールなカードっていうのは部品としてどんなデッキにも組み込めるっていうのがモジュールなカードです。こういった2つのカード群があった時にティミーはこのディエディアなカードを好む傾向が強いっていう風に言われております。ティミーはカードを見る際にそのカードをプレイしたいかどうかでカードを判断しております。ティミー自体をモデルにしたカードっていうのもまた存在しています。それがさっきのティミーパワーゲーマーっていうカードが実際作られております。へー。まあ、銀枠のジョークセットみたいなカードなんですけどね、うん、これの能力が4マナであなたの手札にあるクリーチャーカード1枚を戦場に出す。あ、強い。4マナ払えばどんな巨大なクリーチャーも戦場に出せるっていうので巨大なクリーチャーを出すのが好きだっていうティミーのことを表したようなカードになっております。フレーバーテキストは Just wait till I get my ギガントサウルスギガントサウルス出すまで待てと。ギガントサウルスを引くまで待ってくれ、うん、こういった傾向のプレイヤーがティミーと呼ばれています。ティミーが水見識やったら絶対強化系だよね絶対強化系だよね。単純一途だった。次がジョニーとジェニーについて。はい。ジョニーとジェニーがマジックをプレイする動機、それは表現です。なんかアーティストみたいなこと言うね。ジョニー的プレイヤーは創造的なデッキコンボを披露したいっていうことを考えています。はい。マジックの構築の自由度を重視して魅力を感じている。デッキ構築はジョニーにとってゲームの一側面ではなく、デッキ構築それこそがゲームの本質であると。はい。ゲームを通して自己表現したいっていうのがジョニー的プレイヤーの特徴です。ティミーと比べるとジョニーの方がお兄さんみたいな感じだね。ジョニーやジェニーが好むカード、利用法を探せるカード、例として挙げるのが倍増の季節というカード、うん、これはいずれかの効果によりトークンが戦場に出るなら代わりにそれの2倍の数を出す。パーマネントの上にカウンターが置かれるならそれの代わりに2倍の数のカウンターを置くと、はい、うん、何のトークンかとか何のカウンターとかっていうのが特に制限されていないので、その使い道がたくさんあるところがジョニーの興味のきっかけになります。もう一つがモジュラーなカード。リニアなカードっていうのは使い道がかなり限られてしまう。カードに対していろんな使い方を模索したいっていうのがジョニー的プレイヤーの特徴なんで、リニアなカードよりはいろんな部品として使えるモジュラーなカードっていうのを好む傾向が強いです。はい。そしてもう一つが挑戦的なカード。挑戦的なカード。例えば空虚地震っていうカード。あなたの手札を捨てる。はい。これ単体では特にアドバンテージを生まないカードなんですが、じゃあこれを使っていかにアドバンテージを生むようなコンボを作れるかっていうのがジョニーが好むテーマであったりするので、はい、こういう挑戦的なカードをいかに出してやろうかみたいなところもジョニーが好む傾向にあります。そのカードによって何ができるかっていうのがジョニーにとっては大事なんですね、うん、こちらもジョニーをモデルにしたカードが存在します。それがジョニーコンボプレイヤー4マナであなたのライブラリーからカードを1枚探し、それをあなたの手札に加え、ライブラリーを切り直すという能力。コンボパーツを4マナで何でも取ってこれるっていうのがジョニー子をよく表していると。フレーバーテキストは、Just wait till I get... Just wait till I get my Clark Clan Ironworks, Genesis Chamber, and Grinding Station. Oh yeah, and a second Mirror Retriever.まあ、いろんなのを取ってくるまで待ってよみたいな。そう、このカードが揃うと無限ライブラリーアウトができるっていうコンボがあるらしいですけど。ああ、そうなんだ。あと4枚もパーツを集めないといけないんでだいぶ時間かかるなっていう、うん、これがジョニーについてでした。そして3つ目、スパイクについて。スパイクがマジックをプレイする動機、それは証明です。証明。勝利によって最も大きな喜びを得るっていうのがスパイク的プレイヤーの特徴です。スパイクは強いカードや強いデッキを求めております、うん、勝負に真剣になることで困難な精神的挑戦を求めております、うん、戦いに勝つことで自分の能力を証明したいっていうのがスパイク的プレイヤーの特徴です。スパイクが好むカードっていうのがありますと。まずスパイクが好むカードはダイヤの原石と、うん、新しいセットが発売された時にこのカードはどれぐらい強いのかみたいなところの強さの議論とかをするっていうのが、はい、スパイクが好む傾向がありますね。もう一つが強さ論争。睡蓮のコブラ、初代ゼンリカーが発売された時に登場したカードなんですが、うん、ゼンリカーの役でも再録されましたね。そうだね。
これ2マナで上陸するたびに好きな色のマナを生成する。はい。登場した時に、あ、このカードは強いカードだっていうのがすぐに分かったんですが、うん、じゃあこれがどれぐらい強いのかっていうのがさらに論争になりましたと。そういった論争をおまけ起こすようなカードっていうのがスパイクは好むカードとして挙げられます。はい。もう一つがプレイングに差が出るようなカード。例として挙げられるのがこの嘘か誠かっていうカード。ライブラリーの一番上から5枚のカードを公開して対戦相手がそれを2つの束に分ける。そのうち1つ側の束だけを手札に加えられるっていうカードですね、はい。これ仕掛けた側も仕掛けられた側も相手と自分の状況とかどう分ければいいかっていうのがプレイングに差が出るようなカードになってます、はいはい。スパイクはそのカードをプレイすべきかというところでカードを見ていきます。このカードをデッキに入れることで勝利に近づくかみたいなところを重視してるんですね。基本スパイクをモデルにしたカードも存在します、はい、それがスパイクトーナメントグラインダー、日本語にすると大会常連スパイクみたいな感じですね。能力はハイレクシアマナ4マナでゲームの外部からあなたが所有して構築フォーマットで禁止または制限されたことのあるカード1枚選びそれを公開しそれを手札に加える。すごいこと書いてあるね。ハイレクシアマナなんで8点のライフを払ってゲーム外部から禁止カードになったことのあるカードを手札に加えることができると。多く持ってこう多く勝つためだったらライフリソースをいくら払っても関係ないみたいな、このスパイクをよく表しておりますと。フレイバーテキストは Just wait, I have a response、 ちょっと待ってそれにスタックで。3つの種類のユーザーの分類っていうのを挙げたんですが、多くの人は何か1つの分類にだけに属してるっていうんじゃなくて、この要素もいくらかは持っているっていうふうに言われております、はい、友達とやるときは君的にやるけど、アリーナのランク戦をやるときはスパイク的な要素でやるとか。あー確かに言われてみれば。なんで完全なもうティミーだけのプレイングをするっていう人はなかなかいなくて、こういった分類があるけど多くのユーザーはその中のいくつかの面も持ち合わせている。今この3種類の分類っていうのを話しましたが、うん、さらにそれとは違う軸の別の分類っていうのも存在します。はい。それがボーソスとメルです。いやなんかメルはいいけどボーソスは違うメルはいい、だがボーソスお前はダメだ。何がダメだティミーやジョニーは心理学的分類によって動機っていうのを分類しました、うん、ではこのボーソスとメルは何の分類で分けられるでしょう、うん、なるほどね。マジックに費やすお金とか時間とか、はいはいはい、お金をたくさん使うプレイヤー、時間をたくさん使うプレイヤーとか、なんかそういう感じとか、どうでしょう。お金とか時間とかリソースの割き方によって分類していくと。あともうちょっとちゃんと考えようかななんかあれかな、その初心者と上級者みたいな分け方かな。うんうんうん、なるほど。もあるなと思って、そのどっちかを回答とします、はい、絞ってください、でもなんか、まあ、2種類っていうと後者かな、上級者と初級者とかな。ボーソスはどっち？ボーソスは上級者でしょ、どう考えても。どう考えてもボーソスが上級者でしょ。ベルちゃんは可愛いからもう初級者ですよ。なるほど。じゃあ正解はこちら。美学的分類です。もうやめ。やめなさい、その分かんないわ、こんなの。美学的分類？ティミーとかジョニーとかスパイクはマジックをなぜプレイするのかっていうので分類しました。はい。ボーソスやメルは何を美しいと感じるのかっていうところで分類しています。はい。例えば、ボーソス。ボーソスは、マジックのフレーバー的文脈に美を見出しているプレイヤーです。いや、俺、ボーソスじゃん、じゃあ。あんなにボーソスは違う。ボーソスは違うとか言ってたね。ティミーギャンブル、改めボーソスギャンブル。カード名やイラスト、能力、フレーバーテキストなど、そういったカードのフレーバー的側面に対して美を見出していますと、うんうん、フレーバーと噛み合っていればメカニズム的要素っていうのも大事になってきます、ね、はい、美的なセンスによって感じるものなんで、どの部分に魅力を感じるのか人それぞれバラバラです。例としてここに凍結というカードを一つ出してみました。凍結はエンチャントされているクリーチャーはそのコントローラーのアンタップステップにアンタップしない、そしてエンチャントされているクリーチャーにダメージが与えられた時それを破壊する。アンタップフェーズにアンタップしないっていうので効率系になっているっていうのを表していて、うん、ダメージがちょっとでも与えられたら
破壊されてしまうっていうのも、はいはい、凍結されてる感だね。凍結されているイメージ。この青に対して破壊するっていう効果っていうのはあまり存在しないイレギュラー的な能力なんですが、うん、フレーバーを重視するために青に破壊の能力っていうのも加えました。まあ凍ってる姿が想像できるからいいカードやね、うん、そう。フレーバーテキストは衛兵木槌を持ってこいこういった実際の能力とイメージ、そしてフレーバーテキスト、ここら辺が噛み合って、暴走的プレイヤーにいいカードだなっていう風に思われているカードとして挙げてみました。次がメルについての説明ですと。はい。メルはカードのメカニズム的文脈に美を見出しているプレイヤーのことをメル的プレイヤーと呼んだりします。あれ、なんか俺の思うメルとちょっと解釈違いだな、これ。なんかメルはあのイラストが可愛いとかにしてほしいなと思ってたんだけど。逆じゃん。ルールやカラーパイ、そのデザインにおける制限の中でどんなカードが作られているのかっていう、そのカードの能力に対してすごい着目しておりますと。はい。どのようにメカニズムがデザインされたかっていう、そのデザインの裏側、デザインの技術とか技法に注目します。はい。カードの機能美を楽しむみたいな感じですね。はい、なるほど。例として挙げるのが、秘境の施策というカード。うん。このカードは、バイバック2っていう、2マナを払うと、呪文を墓地に送るんじゃなくて手札に戻すっていうカードですね。へぇ、すごいね。そして、能力は戦術3を行うというだけ。うん。つまり3マナを支払い続けると毎ターン戦術3を使える。ただ能力自体は1マナで戦術3のカード。もう最後の方マナが余ってきたら使いたい放題だ。この能力としてはバイバック2と戦術3を行うっていうこの2つの能力しか持ってないんですが、うん、この1枚で完結していて他にはない動き方をするカード、機能美みたいなところなんで、はいはい、まあ、無駄なところを全部そぎ落としてそれによって輝くような能力を持っているカードっていうのをメルが注目するようなカードになってますね。ああ、ゴテゴテした装飾美じゃないんだね。スティーブ・ジョブズとか多分メルだよね。シンプルで見た目だけのデザインじゃなくて機能を重視しているところみたいな、うんうん、そうですね。ユーザーの分類、ボーソスとメルっていうのが挙げられましたが、はい、これはかなり美的感覚によるものなので何を美しいと感じるかは人それぞれですと、うん、とはいえフレーバー的なところに何かしら魅力を感じるプレイヤーはボーソスとしての分類として当てはめると、うん、では本日のまとめですと、はい、心理学的分類からティミーやジョニー、スパイクっていうのを分類を挙げました。はい、何を美しいと感じるかっていう分類でボーソスとメルっていうのを挙げました、うん、こちらは開発用に作られた分類で何が上で何が下っていうのもありません。もちろん。そしてということで結論、みんな違ってみんないいと。なるほどね。最初の伏線がここで回収されると。どうですか、自分はティミーボーソスプレイヤーですか。あー、でもその結構 MTG アリーナやるときとかツイッターとかで流れてる使いやすいとか面白いデッキみたいなのを準備してそれ戦ったりするから、うん、ティミーとスパイクが結構重なっててちょっといろいろコンボしたりとかもう嫌いじゃないから、美学的要素の方で言うと機能的美が嫌いかというとむしろ好きな方だから、全属性を持っているエンペラータイプってことだ、うん、全属性 100% 使えるコンタクト外したら目だったらみんないろんな楽しみ方があってそれで良いと、はい、では本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画をお楽しみに。あ、ジョラーガさんじゃんジョラーガさんじゃん。作った人ももうこんだけ注目するとは思って作ってないよきっとこんなに何回も出すとか何回も出しやがってってこすりやがってって思ってこすりやがってこれからもこすり続けるけどね。え、このカードいいと思う人多分そういないからね。そういないよそういない、多分自分だけ、多分このそのジョラーガの幻想家を作ったマジックのデザイナーさんとこの絵を描いた人って多分俺ぐらいじゃん。